皆さんどうも T 島です。ということで2018年ですね、新年明けましておめでとうございます。まあ、ということで、まあ、1月1日になって、まあ今深夜の3時前ですかね。ちょっとまあいろんな動画とかですかね、ちょっと見てたらこの時間帯になってしまったんですけど、まあ今年ですかね、まあ新年のまあ挨拶ということで、まあ2018年のまあ目標と抱負ですかねを、まあちょっと今回まあお話しさせていただこうかなと。で、まああの今年のまあまず目標ですかね、まあ目標としてはやっぱり、まあ去年も一昨年もそうだったんですけど、まあ動画のトータル本数ですかねを、そうですね、800ですかね、まあトータルでまあ800本まあいけたらいいかなと。まあもしあの順調にね、あの毎日1本2本ぐらい、まあ投稿ですかね、まあできるのであれば、まあ多分900本とかですかね、多分1000本近くはなるとは思うんですけど、あまり、うん、そうですね、あの大きい、まあ、数字というか目標ですかねを高くまあ設定しすぎても、まあ、逆に、まあ、その数ですかねを到達するために、まあ、動画自体がなんか、まあ、適当っていうんですかね、まあ、その数だけをなんか目標に、まあ、達成するために、まあ、焦ってまあ動画を作っても、まあ、自分の中ではまあ、あんまりいい動画はできないんじゃないかなと。それなので、まあ自分の中でまあや、まあ、目標が達成できそうな数って言ったらやっぱりそうですね、800ぐらいですかね。まあそれをちょっとまあ目標に今年はまあやっていこうかなと。まあもちろんあのそのまあ目標をまあ達成したら、まああの2017年の時みたいにまた、まあ、そこから、まあ、その年2018年ですかね、まあ、終わるまで、まあ、何本までいくかわからないですけど、まあまあやっていこうかなと、まあ、動画投稿ですかねしていこうかなと。でもまあまだそうですね、目標の800本にね、まあ、まだ達してないので、まあ、それはまああの目標は来てからっていう風な感じにはなりますけど、そうですね、自分の中ではこの2018年、目標としては800本の、まあ、トータルですかね、まあ、動画数を目指してやっていこうかなと思います。で、あとはですね、まあ、今年の抱負ですかね、まあもちろんあの2017年のあの大晦日の時に、まあ伸びラジですかね、あのまあ動画ではないですが、まあ伸びラジの方ですかね、あの投稿させていただいたんですが、まあその中でもまあ言ってたんですけど、まあちょっと去年ですかね、2017年、ちょっと半端な動画が、まあ、多くできてしまったので、まあまあまずはそれを、うん、そうですね、まあ徐々に進めていって、でもうあのクリアしたりとかですかねして、まあ動画をまあ一旦、まあ、区切りがいいところというか、まあ終わらせるというか、まあそれをまあまずは、まあ、やっていこうかなと。まあ、もちろん今あのずっと毎日投稿してる動画ももうもちろん上げますけど、まあそちらの方を優先して、で空いた時間で、まあ2017年ですかね、あの半端になってしまった動画を、まああの徐々に更新していこうかなと思います。で、あとはですね、そうですね、まああの去年は、うん、まあ、やってるゲームをやってる途中で、まあ、いろんな他のゲームとかですかね、まあ、実況を始めたりとかっていうのはよくあったので、まあそれを、まあ、反省して、まあ、今年は、まあ、よくてもまあ2本か3本ぐらいの、まあ、実況動画ですかねを、まあ、作っていこうかなと。で、まあどれかが終わればまた、まあ、別の新しいやつですかね、まあ、動画をまた実況していくっていうような感じで、まあ、ちょっとやっていこうかなと。まあ、去年がね、半端になってる動画が確か6本ぐらいあるんですよね、5本6本ぐらい。それなので、まああの途中でまあやりながら、まあ、他の、まあ、ゲームですかね、
をまた実況したりとかっていう風なことをちょっとやりすぎてしまったなと。なのでまあそれを反省して、まあ今年はまあそうですね、2本3本ぐらいの、まあ、動画ですかね、まあ、更新、まあ、させていこうかなと。まあそうですね、まあ今年はまあそういうふうなことをちょっと、まあ、目標、まあ、プラスまあ抱負として、まあ頑張ってまあ動画ですかねの方、まあ、作っていけれたらなと思います。でまあ今回はまあ新年の挨拶ということなので、まあちょっとまあ短めに、まああんまり長く話してもね、まあちょっとまた時間がどんどん過ぎてしまうので、まあ今回はまあこれでまあ新年の挨拶という形をまあさせていただこうかなと思います。ということで2018年もどうぞよろしくお願いいたします。ということで今回はこの辺りで終わろうかなと思います。最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。